はい、どうも。ユニクロファッションアドバイザーのついてるです。はい、今回はね、買っちゃいました、ユニクロ。やっぱりね、この時期になると非常にありがたい、こちらの商品購入しました。はい、商品名いきますね。ソフトタッチタートルネック T です。ソフトタッチタートルネック T。ね、T っていう、ね、なんか、T で終わる感じがいいですよね。で、色はこちらはダークグレー。こんな色合いですね。ダークグレーとあとライトグレーもありましたね。だから僕はまあ重厚感をね、ちょっと演出したかったんで、まあ、今回ライトグレーを買ってみました。まあ、ベトナム産ですね。はい。綿100%です。はい。まあ、S って、まあ、結構タイトめな感じに着ようかなと思ってます。まあ、僕自身痩せてるっていうのもあるんですけど、あとはまあこれで1000円っていうね、価格。まあ今から見ていきますけどね。1000円ですよ、1000円。で、あと色違いのね、えんじ色をね、買いました。はい。えんじ色でね、1000円はすごいありがたいですね。まずまあ首の部分なんですけど、まあこのぐらいの、もう結構ね、首の部分が長く覆ってくれてるので、まあ、かなりあったかいかなとは思いますね。で、素材も、ね、こんな感じで、まあ、少し薄い感じではありますけど、まあ、中に着るインナーとしてはかなりいいかなと思います。で、リストの部分は絞れてますね。で、あとは胴の部分に関してはこんな感じです。まあ、普通にこの辺はまあ T シャツみたいな感じ。T シャツって言ったらあれですけど、まあ、ね、ダラーンとなってる感じですね。で、まあ、裏の生地はこんな感じです。伝わりますかね、この素材感。ね、こんな感じ。で、まあ、このね、グレーを選んだ理由ですけど、まあ、いろいろ合わせやすいっていうのが一つあります。まあ、どんなファッションにもいけるかなっていうのは思ったし、あとは、まあ、アウターで僕は暗い色が結構多いし、多いので、それにも合わせやすいっていうのはありますね。はい。で、まず、まあ、オールマイティなグレーをまず一つ買ったっていうのと、あとは、エンジ。まあ、これは、やっぱり自分をかっこよく見せたい時とか、に、ちょっとアクセントとして取り入れたいカラーであったんで、で、購入しましたね。はい。で、前からまあ、エンジのハイネックっていうのは着てたんですよね。僕が着てたのは、前着てたのは、ギャップのね、ちょっと厚めの素材で、まあ、えんじのタートルネックを切ったんですけど、まあ、それに比べると、まあ、薄い、生地は。生地は薄い。まあ、ただ、1000円なんでね、1000円。1000円ですよ。1000円でこれ買えちゃいますからね。これやっぱしっかりしてますよ、ユニクロは。1000円の割に。っていう感じ。まあ、えんじはね、やっぱり、自分をこう、より、なんていうんですかね、エレガントに見せてくれる、まあ、そういう色なので、この色結構ね、やっぱ僕好きなんですよね、えんじ色っていうのはね。はい。ではね、まあ、今回は、ね、ソフトタッチタートルネック T のね、T の紹介です。ね、T の紹介でした。はい。で、そんな感じで、ユニクロ専属アドバイザーの、これ非公式ですね。非公認ですね。非公認のユニクロ専属アドバイザー。ユニクラーと言います。通称ユニクラーと言いますけど。まあね、その地位をね、今後もちょっと確立していこうかなと企んでおりますので、はい。皆様、どうかよろしくお願いいたします。はい。で、最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼いたします。